外国の大使一行を乗せた馬車の行列が皇居二重橋を渡り宮殿に向かいます。日本に着任したばかりの外国の大使は宮内庁からお迎えは車にしますか、それとも馬車にしますかと問い合わせを受けます。大多数の大使が馬車を希望します。大使はその国の元首から授かった信任状を天皇陛下に奉呈する儀式に臨むのです。二頭立ての馬車を引く馬は宮内庁車馬課のもの。これを皇宮警察と警視庁の騎馬隊が守ります。今でもほとんど知られていない皇居の中、ここでは一体どんな人たちがどのような仕事をしているのでしょうか。私たちがこの番組の撮影を始めたのはまだ春浅い3月の中頃でした。私は今高度300メートルヘリコプターの地上にいます。この高さでは115ヘクタール30万坪に及ぶ広い皇居の全景を望むことはできません。私たち NHK の取材班は日頃テレビカメラの入ることの少なかったこの皇居の中で1ヶ月余りにわたって取材を続けました。この皇居の中では皇室を支える宮内庁と皇宮警察本部の人たちおよそ1200人が働いています。今日は皇居の中で日頃どのようなことが行われているかご覧いただきたいと思います。100、はい、それから食材、はい、デザート、はい、一応100枚ずつ出してください。はい、藤平さん、はい、いいですか。宮殿にある宮内庁大膳課の生前室、外国からの国王や大統領をお迎えする宮中晩餐会が開かれる前日、この部屋は慌ただしい雰囲気に包まれます。この部屋には宮内庁が戦前から保管している2万点に上る晩餐会用の食器が収められています。このお皿は魚料理もらえるのではなくて銀製でございます。重そうですね。大変重くございます。でまたこれにはお魚が8人前もられまして、お客様にお出しするときは片手でご配膳しますものですから、このように大変重くございます。紋章のついた食器の数々。宮中晩餐会で普通準備する食器の数は銀製食器が2000点、
陶器類が1000点、グラス類600点に上ります。4月6日、国賓のブルネイ国王ご夫妻が皇居を訪問されました。ブルネイはボルネオ島の北部にある小さな国ですが、日本との経済関係は緊密で、東京で使われている都市ガスの3分の1はこの国の天然ガスに頼っています。ブルネイ国王から天皇陛下に贈られた勲章は早速宮殿の表御服手入れ所に運ばれます。日本を訪れる国賓は陛下と勲章を交換するのが習わしです。陛下の演美服が陛下の体型に合わせて作られた人形にかけられます。ブルネイの勲章と陛下のお付けになる大勲位菊花大綬章との位置合わせが慎重に行われます。はい、できたね。陛下の身の回りのお世話をするのはウドネリと呼ばれる人たちです。現在ウドネリは5人、すべて宮内庁職員、つまり国家公務員です。勲章の試着が終わると侍従の見分を受けます。とりわけ両国の勲章の位置に気が配られます。この日陛下のお付けになる勲章はブルネイのものも合わせると1キロの重さになりました。宮中晩餐会を2時間後に控えた宮殿の芳名殿。晩餐会での演奏は宮内庁楽部が当たります。楽部員の特徴は雅楽と洋楽のどちらにも通じていることです。国賓が芳名殿へ入場なさる場面は入念なリハーサルが行われます。ストップウォッチを手に歩くのは山内式部副長。儀式の進行は式部職の職員が務めます。陛下と国賓の歩かれる速度に合わせて演奏されます。
1分47秒。47秒。いや、僕は少し、スピード落としてやったから。これやられたから。大体、いいですね。いいでしょ。宮中晩餐会の時刻が近づくと、二重橋に明かりが灯ります。国賓が見えるでしょ、よく。そういう時着るわけですけども、あとは勲章。侍従長が晩餐会を前に塩ビ服に着替えます。何回着ますかね。何回着たってうまくならないよね、うん、そのボタンを裏側からやるのが難しいですか。あの裏側からやる式があるんですけれども、ええ、それは何でもなくやる人もいるけど、僕は技術が悪いから裏側から入るやつはできないよね。だから表からこのねじ込む式なんですよ。これはよほど時間見とかなきゃダメですね。どうしてもこの鏡が必要なんですか。うん、鏡がまあ必要ですね。これどこにねじ込んだらいいかわからないからね、鏡ないと。これどうしてこんなバカなものを作ったかと思うようなもんですね。宮内庁では課長級以上の職員の部屋には必ず洋服ダンスが置かれています。塩ビ服に白いネクタイをつけ、自分の持っている一番高い勲章をつけるのが最高級の礼装です。これで完成ですか。はい、一丁上がりですね。今日は晩餐会は、7時20分ぐらいだから、まあちょっと3、40分ありますね。宮中での晩餐会はこの1年間に6回開かれました。お堀に囲まれた皇居の中で普段見かける光景は外の世界と比べて随分違います。旧江戸城二の丸跡では毎朝こうして馬車馬の調教が行われています。車馬家の主馬藩、主人の馬と書きますが、ここで世話をしている馬の数は現在33頭です。馬につけられている名前は生まれた年の歌会始めのお題にちなんでいるんです。皇居の警備をすべて受け持つのは皇宮警察本部です。参考体制で常時100人が皇居の中の警備に当たっています。パトカーの中から見る景色も石垣よりお堀張りで大変変化に富んでいます。皇居の中を走るパトカーの色は黒。ここで働く警察官は護衛官と呼ばれ、拳銃の吊り紐の色が赤だったり、ちょっとした違いがあります。両陛下がお住まいの吹上御所はご覧の白い塀の中にあるんです。この中には宮内庁の職員でも限られた人しか入れません。この辺りうっそうと木が生い茂り、言ってみれば武蔵野の面影を残しているところです。
御所のそばには農村を思わせるこんな風景もあります。手前で白かきが行われているのが天皇陛下の水田。作業しているのは庭園課の職員。例年6月初め、ここで天皇陛下は自ら田植えをされます。後ろは皇后様の養蚕のための桑畑です。この水田で秋に採れたお米は宮中で行われる新嘗祭に備えられます。また皇居で採れた繭は長野の繊維工業試験場に送られ、布地に織られて国賓の贈り物に使われています。毎週火曜日と金曜日、一台の黒塗りの車が決まって皇居に向かいます。この車に乗っているのは内閣官房の職員たち。膝の上の漆塗りの箱の中には閣議で決裁したばかりの公文書が入っています。ご苦労様です。どちら様ですか？内閣官房です。はい、内閣官房ですね。はい、じゃあこれお願いします。何番よろしいですか？はい、どうぞ。皇居に入る通用門の一つ、坂下門。宮内庁の庁舎は坂下門を入ってすぐのところ。昭和10年に建てられた洋式3階建てですが、玄関には宮内庁の看板は見当たりません。内閣上奏ものと宮内庁で呼ぶこれら公文書は、憲法第7条の規定に基づき天皇陛下の認証などを速やかに受けなくてはなりません。内閣から運ばれた箱はまず侍従職の事務室に届きます。おはようございます。本日の上奏書です。お預かりいたします。よろしくお願いします。お済みになりましたらご連絡いたしますから。上奏箱と呼ばれるこの箱は直ちに陛下のご公務が行われる宮殿に運ばれます。吹上御所にお住まいの天皇陛下が宮殿へ出発されるのは朝10時。御料車と呼ばれる専用の車でおよそ3分の道のりです。
この日は皇后さまとご一緒で、お供をするのは侍従、女官、それに私服の護衛官、運転には車馬課の係長が交代で当たります。宮殿では儀式の場合を除き、日頃職員は廊下の端を歩くのが習慣です。上層箱はまず当直侍従の控え室、侍従公所に運ばれます。失礼いたします。上層書類をお持ちいたしました。はい。上層箱の中に入れられる書類は、陛下が署名されて交付される法律や政令、国会を召集し衆議院を解散する詔書、恩赦の認証や叙勲の決裁など。文書には総理大臣以下全閣僚の独特のサイン、花押があります。天皇陛下が日常のご公務をお取りになる宮殿表御座所、訓旗の三件、叙勲のうち勲一等については陛下がご署名になります。陛下のご署名は多い日には15件に及びます。天皇陛下の班は御侍と呼ばれます。御侍を押すのは侍従職の役目です。9センチ四方、重さおよそ4キロ、金製の御侍、予備はありません。陛下のご署名に少しかかるように押すのが習わしです。朱肉は大蔵省印刷局特製のもの。御侍は明治7年に作られました。以来作り変えられることなく110年間国の最高の公文書に押されてきました。勲旗、勲章の詔書にはもう一つの金印が使われます。国字、つまり国の判で御侍と一緒に作られました。
漁事、国事の押印はこの15年間、森岡補佐が一人で担当してきました。昭和59年4月29日、皇居において自ら名を書し、字を押させる。大日本国事。数百年を超える雅楽の伝統を伝える宮内庁楽部。ここでの教育は中学生の時から始まり、9年間学んで初めて一人前の学士の扱いを受けるのです。学生上健二さん22歳、見習い中の職員7人のうちの1人です。レッスンは雅楽のあらゆる楽器に及びます。男性ばかりの学士の世界では装束の着付けも覚えなくてはなりません。これまで学部の職員の多くは世襲でした。上、東儀、園などの家系が代々仕事を受け継いできたのです。もうちょっとまだあとに、そうだから今のとこある、大丈夫、足は大丈夫だ。学部の建物に並んで書寮部があります。書寮部の8つの書庫には皇室が代々受け継いできた古文書が収められています。虫よけの樟脳の匂いが鼻をつく書庫。古くは飛鳥時代の経典から江戸時代の写本まで38万点に及ぶ古文書。
書庫の窓は年に1回の虫干しの時期を除くといつも閉じられたままです。天保年間に書かれた万葉集の注釈書、万葉集古義。花輪甫喜一の俗群書類集の原本。源氏物語の江戸初期の写本。書領部の大事な仕事の一つに古文書の修補があります。虫食いで傷んだものを修理して長く保存に耐えられるようにする作業です。現在8人の職員が修補に取り組んでいます。畳18畳敷きの部屋が彼ら公務員の仕事場です。これは中遊記で両面傷んでるもんですから両から中損をしていくわけなんです。でこれはまだ痛みの激しくない方で、これよりかこちらのはもっと痛みの激しいやつを直したんです。これはまあ古文の中ではまあ序の口の方です。鎌倉時代の中遊記を例にとると1ページの修補に5日間を要します。虫食いで開いた穴は同じ紙質の和紙を細かくちぎり一つ一つ塞いでいきます。宮内庁所領部にある古文書を修理するにはあと200年の歳月がかかると言われます。勤労奉仕団の人たちが宮殿の奥まった玄関三車寄に進みます。勤労奉仕団、広い皇居の中で清掃作業の奉仕をする全国から集まった人たちです。の奉仕は4日間ですが、その中には両陛下からねぎらいのお言葉を受ける場面があります。皇后様に付き添うのは北白川女官長です。
昼休み、皇居内の勤労奉仕団の休憩所では皇宮警察音楽隊の慰問コンサートが開かれます。大阪しぐれをやります。歌手はありますか？ございます。確かにございます。皇居を訪れた勤労奉仕団の数はこの1年間で延べ1万5000人に上ります。人には菊の紋章入りタバコ一箱と紅白の落雁一箱が贈られます。宮内庁の庁舎で宮殿と渡り廊下でつながれた一角は奥と呼ばれ、両陛下に一段と近い仕事をしている人たちが詰めています。赤い絨毯の敷かれた廊下を歩いてきたのは入江侍従長です。毎日お昼には侍従たちの打ち合わせが行われています。真珠の中にいるんですか？そうですそうです、ね、そうすると遡らなきゃいけないわけ、ね、5分前に、はい、でこれこの9時18分、ちょっとお時間皇后さんもご一緒ですから、天皇陛下に仕える侍従長以下の侍従は8人、うち一人は当直侍従の役で24時間陛下のおそばにいますので、ここにいるのは7人です。この日は天皇誕生日の行事の確認がテーマでした。おちょっきはグレーですか？これはですね、祝賀行事ですか、これはお取り替えなしで、これは黒で行くと思います。そうしましょう、はいはい、そうでないとこれ、さもなくしょっちゅう変えてなきゃいけない、それで今度は、お上と皇后様とお別々ですね。入江侍従長は侍従生活50年、京都冷泉家の流れを組む旧家族の出です。皇后様、はい、お上はその間にこの侍従長と並んでいるのは徳川侍従次長、こちらは尾張徳川家の子孫です。先祖が2人いることになるわけですね。これはどっかでお待ちになる。この人はこの4月人事異動で自治省から派遣された32歳の鈴木侍従です。皇族さんとこう合流なさいますかね。皇族さんですから最初に先に上の場にいらしてお待ちでしょ。そうですそうです、ね、目の前の方の口からお入りになるわけです。この8人のもとには天皇陛下の身の回りの世話をする多くの職員がいます。この人たちの職名は遠く奈良時代の律令制度に源を持っています。で大将何一瞬しても何ですこれが茶会とか何とか言うならば、ね、意味ありますけどね。で時効これでいいですね。宮殿で行われる儀式をはじめ、侍従が心得ておく習慣しきたりは、例えば雨の日の傘の差し方に至るまで大変な量に上ります。でこの部屋が松の間ですね。だからまあ宮中の儀式で一番まあ大事なものはですね、全部ここでやるわけですね。先ほどご紹介した新人の鈴木侍従は着任早々先輩の安楽侍従から連日コーチを受けていました。みんなこちらでやる、ね、まあ幹事はその辺にね立たれましたね、はい、陛下の椅子の前にお立ちになると、は
ここは宮殿で最も重要な儀式が行われる正殿松の間です。この日は外国から日本に着任した大使の新任情報定式の手順についての勉強です。その時に大体一応目礼して、この官庁の先にね、官庁の先にこう出まして、ここでは新年祝賀の儀、歌会始め、総理大臣の任命式など多くの儀式が行われます。先導の官庁よりもね、先にこう出まして、こうした慣例と約束ごとの世界になれるのも並大抵のことではありません。侍従室のさらに奥にある侍医室、両陛下のおそばに仕える4人の医師たちの部屋です。当直侍医の昼食時、メニューはその日の両陛下の昼食と同じものです。両陛下に出される品々が少量ずつ小皿に盛られます。かつてはおどくみの役割だった押し付け、朝昼晩三食とも侍医の務めです。この押し付け、今では塩分やカロリーを確認して両陛下の健康管理に役立てられています。お膳の傍らには1週間分まとめて書かれた献立表が置かれています。両陛下のお食事は京風の薄味が多く、その上ご高齢を配慮して塩分が極度に抑えられているということです。はい、どうぞ。午後3時を過ぎると看護婦さんが一冊の書類を届けに来ます。両陛下が食事を済まされるたびにどれだけ召し上がったかが一品ずつ詳細に記入された書類です。はい、わかりました。お下げしてよろしいですか。はい、どうぞ。当直侍医の勤務は午後4時から翌日の午後4時まで。交代時間近くになると次の泊まり勤務者が出勤してきます。お変わりありませんか。ございません。両陛下、神には特別の、ええ、皇后陛下のお熱はどうですか。先頭皇后様は昨日、両陛下の健康状態は2冊の配信録と呼ばれるカルテに毎日記録されます。なったと考えていいですね。裏部議事に先ほど申し上げましたが、全開としていいか。配信録は永久保存、和紙に毛筆で書かれています。ご辞を拝します。あ、そうです。それは結構ですね。
行きましょう。じゃあどうもご苦労様でした。両陛下が皇居から外出されるとき、爺は黒いカバンを持って必ず付き添います。それ以外の時間はひたすら待機なのです。宮殿の回廊、その正面突き当たりには春夏秋冬に応じて常に日本画が飾られています。宮中晩餐会が近づくと、ある一枚の絵に掛け替えられます。宮殿管理の職員たちが取り付ける日本画は、奥村土入画伯の富士の絵。こっち入ってない、加藤君の入ってない。曲がってる。まだ入ってない。左の方。入ってない。入ってない。はい、入ってない。元旦。天皇誕生日、そして国賓が皇居を訪れる時、この富士が決まって回廊の突き当たりを飾るのです。皇居正門。5月24日、ブラジルのフィゲイレイド大統領が今年3人目の国賓としてこの皇居正門をくぐります。